ああ、また。こんばんは、仰天ゆりなです。ああ、まさかの ああ、くしゃみが途中で止まってしまった。ねえ、くしゃみの途中だったんだけどな。まあ別にいいんですけどね。ちょっとさ、途中で止まるとさ、ちょっとあれだよね。なんかずっと曇りじゃん。明日暑いけど 40%？ なんとも言えないね。もうなんか裏肝のパーカーとかトレーナー1枚で外歩けそうやけどな、気温的に。なんかどうなんやろ、雨までは降らんけどみたいなの多いね最近。鼻がゾウズするわ、マジで。まあ何でしょう、なんか今日はとりあえず10周年の振り返りを、振り返りというかセットリストのをやっていこう。この間はちょっと時間的にできなかったんで、あ、セットリスト、まず前座。なんか久しぶりに前座っていうものを聞いたよね。前座昔研究生とかやってたイメージだけど、今前座ないね。なんか今はもう関係ないからか、研究生ではあるけど、なんか研究生ってあんまりあれが、なんだろうな、仕切りがないから特にって感じなのかな。ね、久しぶりに前座っていう言葉をセットリストで目にしたなと思って。で、前座がレミヒューで星空を君にですね。昔エイトの前座を結構星空を君にをやってくれてて、それで星空を君に、M1 は10年ざ、あ、まあオープニングですね、が10年桜バース蜂の巣ってことで、10年桜、まあもうね、自分たちがデビューした時に一番最初の合宿でドームのなんだっけ、メンバーを決めるみたいなやつで、確か10年桜だったんですよね。まあなんかそういう思い出もあるし、でなおかつ10周年だったじゃないですか。でその時に10年後もまた会おうってことで、10年経ったっていうので10年桜から始まったみたいな感じで、バースは
エイトの曲じゃないんだけど、エイトがめちゃくちゃやってたんですよ、コンサートとかで。でもなんかエイトの曲じゃねっていうレベルで、結構なんかエイトのやってたんですよ。ね、蜂の巣ダンスも、蜂の巣ダンスはねよくねイベントでもコンサートでもやる定番な楽曲っていうんですかね、楽曲で、そう、もうここは結構懐かしさプラスよくやってる感じのでしたね。んで、ここから3曲ユニットですね。ペラペラペラを君のカップリング with 残酷な雨ということで、なんか MC で、確かユニット系 MC でユニット系 MC メモが喋ってたかもしれないですけど、なんか自分たちで、まあ、昔のエイトみたいな クールダンスキュートをセクシーっていうので分けようってなって投票して、そしたらこのペラペラペラお組がキュートだったんですよ。メンツは小田、あやね、はるぴょん、下尾がキュートメンバーで、でなんか多分話し合ってペラペラペラになったんですよね。でこのカップリングウィズメンバーゆいゆい、セリ、なるがこれは本当ダンスメンバーだったんですよ。でなんかなるがどこのダンスメンバーか大人メンバーに入るかっていうのをその場では決まってなくて、そう決まってなくて、まあなんかどっちかに入るだろうみたいな感じで、まあ、その時は終わったんですよ。その場の投票した時は終わって、なんかセットリスト見たらなんかすごい君のカップリングウィズってめちゃくちゃキュートになっててびっくりした。でなんならキュートメンバーがなんか、え、待って待って、うちらのペラペラペラ王よりキュートな曲来たやんって言って、あれダンスメンバー、ダンスっていうチームやなかったっけって言っててね、おもろかったで私とりんちゃんで残酷な雨をしたんですよ。で、あの最初まだゆいゆいたちの方に入るかうちらの方に入るか分かんなくて、なるがで、なんか3人でやるのか2人でやるのかが分かんなかったんだけど、りんちゃんが、まあ、結局2人になったんですよね。でりんちゃんがこの曲を決めてくれて、この衣装初めて着たね、残酷な雨のこの、あの指原さんと柏木さんが着てる衣装を着させてもらったんですけど、これいいね、赤、やっぱりね、私めっちゃ赤似合うわ。うん、なんか妹にも言われた、マジでねえねえは赤似合うって。そうだし、なんかこの2人もねいい感じに、やっぱり大人メンバーっていうだけあってね、結構ねいい感じだった。なるがね入ってもねバランス取れてたと思うんだけどな、ちょうどなるセンターにしてうちら両サイドだったらすごいバランス取れてたんだけど、まあなるちゃんがねやめちゃったから、そううちら2人になっちゃって、そううちやっぱ赤似合うんだよな。そうなのよ、赤似合うんだよね。だからうちなんかメンバーがまあ卒業していってるじゃん。でさ、なんか3メンバーとかにさ、なんか今日ってもし卒業ドレスさみたいな、何色にすんのみたいな言われた時にさ、なんかうち結構ピンクっぽいイメージがなんかやっぱあるの、ピンクが好きだからメンバーの中にピンクっぽいイメージあるけど、なんか赤もいいかなって思ってるんだよねみたいな、そうこと言ったら、ああねみたいな結構言われて、結構赤もいいなって思ってるよねいつかの話だけどね、やっぱ赤い服着てるとちょっと似合っちゃうんだよね。なんかそれこそこのりんちゃんの卒業公演の時のチーム A の赤い衣装もめっちゃ似合ってたし、やっぱね赤似合うんだよな、青より。うん、赤いいね、映えてました。ただねびっくりするぐらい時間がなかったんですよ。これねワンハーフだから、この2曲のワンハーフ中に着替えないといけなくて、本当はねめっちゃ写真撮りたかったの、この衣装好きだったから。でもね写真撮る余裕がなさすぎて、そうもうほんと時間なさすぎてね、りんちゃんと2人で撮ったあの写真と1人で撮った写真、もうそれ1枚しかなく、計3枚しか写真ないのこの衣装
時間がなさすぎて。そうね、次中盤ですね。中盤が、挨拶から始めよう、思春期のアドレナリン、好きだ好きだ好きだですね。挨拶から始めようなんて久しぶりに踊ったなと思って、なんか結構若い子がやってるイメージ。まあ、アドレナリンはね、もうイベントなりコンサートなりでこうファンの人たちも盛り上がってくれる大盛況な楽曲っていうか、盛り上がる楽曲で結構人気な曲なんじゃないかなと、あのウエストの曲ですけど、はい、嬉しい。なんかこんなにいっぱいいろんなとこでできてって思って、ね、好きだ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 も結構やっぱり人気ですね。振り結構難しいんですけど結構人気でいいですよね。で、本編ラストが制服の羽、なんか制服の羽もめちゃくちゃ人気ですね。なんかなんでですか。いや別になん、あの疑問なのが普通の素朴な疑問なんですけど、なんでこんなに制服の羽好きなんみんな。え、なんかめっちゃ人気じゃない、エイターさんに。え、あの、え、なんで、え、何が好きですか、どの辺が好き。なんか本当に人気すぎて、なんかめっちゃすごい人気高いんですよ。コールしやすい、あーね、あーやっぱそこの楽しみが結構みんな的にも強いのか。あーそれはね、確かにそう。それはね、確かにね、そうかもしれないね。うん。懐かしい、初期の曲だもんな。んで、次が、未来の、アンコール明け1曲目が未来の扉ですね。これもめっちゃ懐かしいね。すごい懐かしい。何公演だっけこれ、会いたかった公演だっけの時に未来の扉、マジいい歌よな未来の扉も、すごい好きで、アンコール一発目って感じ、あの元気に走り出して出てくる感じすごい好きなの私、あれいいなと思って。そう、あ、なんかね、誰がセンターとかも今回あったんだけどっていうの忘れてたね。あとね、なんだっけな、10年桜はね誰がセンターだったっけ。なんか意味があるのかなって思った感じ。あれ？ちょっと待って。セットリスト。違う、セットリストじゃなくて歌割り。違う。あ、対比表。あ、10年桜はリンちゃんがセンターでしたね。で、バースは下尾がセンター、蜂の巣ダンスはセリカがセンター。なんか蜂の巣ダンスのセンター下尾かセリのイメージめっちゃあるんだよな、うちの中で。なんかいつもこの2人のどっちかがセンターやってるイメージ、イベントとかでも。うん。でペラペラペラは小田が一応センターで、君のカップリングウィズはなるがセンター。そう、まあ、残酷な雨はどっちがセンターとか特になくて2人なんだけど、まありんちゃんが指原さんの方、歌い出しの方っていう感じかな。そうね、挨拶から始めようは、はるぴょんがセンターで、思春期のアドレナリンはなるがセンターで、好きだ好きだ好きだがゆいゆいがセンターで、制服の羽が彩音がセンターで、未来の扉がオールでセンターがなくて、ただね、私がセンターがないんですよ。そう、私今回センターの曲がなくて、本編かユニットでだいたいみんなセンターになってるんですけど、私が今回センターがなくて、でまあ C って言うなら未来の扉がセンターではないんだけど、ゼロには一応立ってたかな。うん、そうね、そのりんちゃんと
小田がフロントで、その後ろ2列目のゼロに私は一応いたんですよ。まあでも最後サビとかはりんちゃんがセンターだったから、もしかしたらそのフロントの2人がダブルセンターだったのかわかんないけど、一応未来の扉がセンターなのか2列目のゼロだから別にセンターではないのよ。だったらどっちかというとダブルセンター、りんちゃんと小田のダブルセンターっていう方が本来のあれだと、まあ、そうなるんだが、しかしまあわからん、わからないけど、まあまあまあでもなんか多分そういう感じかなって思った。なんか未来の扉、曲的にね、その卒業する2人がセンターじゃん、こうダブルセンターフロント2人で、で KLP に行く私が2列目の真ん中みたいな、なんかこうわかるかな、構成的にこのなんだろう、飛び立つ2人と日本から飛び立つ私みたいな、トライアングルみたいなそんな感じかなと思って。でもまあフロントではないからセンターかって言われたらセンターじゃないんだけど、でもセンターあーって言っとかないと、私だけセンター曲ないんですよ、この10周年。そうなの、そうなんですよ、私だけセンター曲なくないから ちょっとそれはちょっと悲しいじゃない。だから一応、ね、そういうことにしておこうみたいなね、まあ感じですよ。はい、そういう感じ、そういうことにしとこう。だからなんかなんかね、ないって言ったらちょっと悲しいじゃん。だからなんかそういうことみたいな、多分そういうことだと思う。多分一応多分あれが私のセンターってことにしとこ。だってないもん、ないし、あの空いてんのそこしかないから、一応ね、一応多分しとこう。だって寂しいじゃん、そんなうちだけないなんて。そんなことはないやろっていうことでそんなことはないやろってことで、きっとそうやろってことにしとこう。うん、で最後が47の素敵な街。やっぱりもうこれはね、大体この47はオープニングの一発目かアンコールの最後か一番最後か、もうこの基本どっちかがあのイメージがあるかなと思って。そうですね、47の素敵な街、もうそうですね、10周年、まあこうメンバーとかも MC で言ってたかもしれない、言ってたんですけど、そうですね、まあもうやっぱりこの8が今まで、まあね、ありがたいことに毎年毎年コンサートだったり舞台だったりとか何々かさせていただいてたんですけども、この多分10周年、まあ劇場オンリーで、もう多分みんなが集まるのは8として集まるのはラストだったかなっていうふうにはやっぱり思いますね。そうですね、やっぱりなかなかそれ以上っていうのは多分ないだろうし、まあ、強いて言うならば次ワンチャンあるんだったらレミヒューが10年になった5年後10周年になった時にもしかしたらとかあるかもしれないけど、まあね、多分みんながもうエイトっていう名前で集まるっていうことは多分ないに等しいのかなって思うし、まあ、自分はもうね、あの KLP 行っちゃうから、そもそもにもうこれが最後だったんですよ、10周年が、というかその同期たちと、まあ、一緒にねできるっていうのが最後だったので、もう大きいコンサートもこの間の春コンがラストだったので、もうコンサートとかそういうものはないので、記念するものっていうのはなくて、まあ、あとはもう劇場公演で、まあ多分お見送り会していただけるんじゃないかなと思ってるので、まあ、それぐらいとかなってくるんだろうけど、だからやっぱそういうなんだろうな、エイトっていうもので集まるっていうことはないだろうし、正直多分エイトの楽曲で自分たちが歌うのがラストだった楽曲も多分いっぱいあっただろうし、うん、今回ねそのセットリストから外れちゃった楽曲だったりとかも、あのありがたいことにエイトってたくさん楽曲いただいてね、どれも本当に素敵な曲で、
悩んだんだけど、まあこのね、今回こう外れちゃった楽曲とかもやっぱあるから、うん、いい曲でね、まあ、ルートだったりとか一生だったりっていうのはハルコンでも歌ったから、まあね、今回は歌わなかったんだけど、うんうんうん、でもなんかね、なかなかこう、でもまあなんだろうな、そのそれこそ蜂の巣ダンスとか18期ちゃんが歌ったりとか、なんかこうね、なんかエイトの楽曲を研究生の子たちとかがこう歌ってくださったりとかね、なんかしてるから、まあこう受け継がれて受け継がれていってるっていうのかな、なんかわかんないですけど、引き継いで歌ってくれる楽曲もきっとあるだろうから、まあね、そのここで全部がバイバイっていうわけではないからね、うん、多分普通にこれからも、うん、自分たちがエイトとして歌うことはないかもしれないんだけど、違う形でどこかで歌を継いでくれてるっていうのはきっと多分あるんじゃないかなっていうふうには思ってる。うん、まあなんかそうですね、そういう感じで、素敵なね、お花もね、スタンドフラワーですけどね、もうファンの方々からいただいて、なんだっけあれ、なんかこうちっちゃい花束みたいなのがこうビューって重なってて、なってるんですけど、そう、私香川のやつでめっちゃピンク色だった。なんか写真のやつはオレンジだったんだけど、花束の花の色はピンクだって、可愛くて、なんか妹が木のさ、茎の長さをさ短く切ってくれてさ、花瓶に刺してくれて飾ってますよ。そう、そうそうそう、そうなんです。なんか忙しすぎてもらったっつって置いてたら内容とかしてくれてた。そう、もうなんかそれどころじゃなかったからさ、結構連チャンで続けてっていう感じだったから、そうですね、ケーキもめっちゃ美味しかったです。かわいい、なんかエイトくんがいっぱい散らばってて、毎年毎年本当に素敵な豪華なケーキをいただいてたので、なんかそうやってあんな素敵なケーキをいただくっていうのも当たり前じゃないし、本当にありがたいことじゃないですか。だから本当にすごくね、なんかそのなんか、まあ自分のねファンクラブのブログ、ブログにも書いたし、なんか MC とかでもなんかいろいろなんか言ったいけど、でも本当にね、なんかその MC りんちゃんとの MC でさ、なんかめっちゃ怒られたのみたいなこと言ってたの。本当に昔の頃は本当にさ、コンサートとかさ、イベントとかさ、まあうちらこう結構武者修行みたいな感じでいろんなところのイベントに出させてもらったりとかね、ショッピングセンターだったりとか、いろんな会場のところに行かせてもらったりとかして、でそこでね結構地道にね、ファンの人たちがやっぱり、なんかいろんな、そうですね、なんかメンバーとかも MC で言ってたと思うんですけど、まあエイトってコンセプトが AKB と違うくって、スポンサーさんもついてくださってて、なんだろう、ちょっと AKB からちょっと孤立したというか、
ちょっと別物みたいな感じのところがあって、まあ最初はねそれがなかなかこう受け入れられなくて、結構こう AKB のファンの人たちからもうんみたいなね目で結構見られてたの、正直まあ自分らもすごい感じてはいたんですよ。だけどまあなんかエイトの合宿があったりとか、なんかそういう地方をいっぱい回らせてもらって、いろんなイベントさせてもらったりとかツアーさせてもらったりとかしてるうちにたくさんファンの人が増えてきて、でうちらは結構イベントとかは撮影 OK だったし、コンサートも撮影 OK な楽曲が何曲かあったりとかしておかげで、エイトは亀子さんがすごいいっぱいついてくれたりとか、すごいたくさんのファンの人がいろんな地方行った時も会いに来てくれたりとか、それこそねちょっとするとみんな個人仕事がねあるメンバー会った時とかに、エイトってすごい箱推しの人がすごく多かったの。この子を一番推してるけどでもエイトが好きですっていうことで、例えばどっか自分の地元とかでもその自分の推しじゃない子がイベントやってたら、じゃ近いからちょっと応援に行こうとか、なんかそのなんだろう、自分の推しじゃないんだけどもその子を一人でお仕事頑張ってるその子を応援しに行こうっていうので結構ファンの人が来てくれてたりとか、すごくなんだろうな、めちゃくちゃ愛にあふれてた、ある意味すごく団結力のあるチームだったしファンの人たちだったなっていうのはすごくね本当にね感じていました。自分たちもなんかどこに行っても絶対にどこに行っても絶対にいてくれるファンの人とかもいたし、全然自分のファンの人とかじゃなくて違うこの推しのファンの人とかでもなんかどこのコンサート行っても毎回来てくれたみたいな人とかもいたりとかしてたし、すごくなんか本当にまだまだねガキンチョだったから、みんなね10代で学生だったから、最年長の子ですら19だったからね、あの時なんかあの時はね本当に16以上のメンバーおばさんだってみんな言われてたけど、今ね研究生で入ってる子16とかだからね、正直言ったらうちらめちゃくちゃ若かったのよ。平均年齢 14. 点何歩だって、そう私がちょっと平均年齢ちょっと上なれ15歳だったから、みんなが若すぎたがゆえに年上メンバーがおばさんだって言われてたけど、正直絶対おばさんじゃなくて、今もしその16、15のメンバーが入ったら絶対若いっていう方になるんだけども、まあそれはならなかった。その時はねなんかねなんかよくわかんなかよくわかんない感じだったけどね、まあそれで悩んでたメンバーもいたけどね、すごいなんかちょっとショック受けてた。まあやっぱ当時まだね10代で高校生で、本来だとピチピチイケイケだった時にさおばさんだなんて言われちゃったらさ、まあ傷つくだろうなとはね、うん思ったけど、まあ言われちゃってたしね、やっぱそういういじりもされちゃってたからね、どうしても12歳がいるとねどうしてもね、そうそうそう7個差だったからね、一番上と一番下が。そう私でもまあ今振り返ったら本当にね正直ね、まあ楽しいこともすごいあったけど、まあ、悔しいことも本当にね、なんかよく人って振り返って楽しいことも悔しいこともあるってよく言うんだけど、本当にその通りなんだけど、本当にその通りだなって思う。やっぱ10年もやっててね、楽しいこと悔しいこと辛いことなかったらそれはそれで怖いじゃんっていう話だし、うちら学生と両立しててね青春そのものを捧げてきたものだから、そらねやっぱりねね若い子たちからするとさ、12、13の子たちからするとさ、急に親元離れてさ夏休み期間さ、AKB としての仕事でさホテルでさ箱缶詰になってさホームシックになるのも当たり前だしさね、若いがゆえにねメンバー同士でね喧嘩してたりとかしててね、それをお姉さん組がねなだめてるっていう光景もあったりとかさあったしさ、そうなんか本当にねあの頃はいい意味でねやっぱ若かったっていうのもあって、すごいねいい意味でねギラギラもしてたしみんな、うんなんかそのねやっぱりエイトっていうチームでなんか
うちらでもっと上行こうぜみたいなね、あのりんちゃんの卒業公演の V とかでもさ、なんかりんちゃんとかもさ言ってたけどさ、結構そういうね、あのなるとかも MC でも言ってたけど、なんかそういうねところがあったりとかするのもやっぱり若かったなってすごい思うし、自分らも本当その時はそれ本気だったから、なんか自分たちが AKB のトップ取ってやるぜみたいなに思ってたから、本当にそう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 なんですよね。ほんとすごい、なんかまあでも先輩方が1期生から頑張ってくださってる先輩方がつなげてくださって、自分たちのチームがねできて、先輩たちのおかげで、ね、そういう活動もたくさんさせてもらえたし、うん、なかなかねちょっとね風当たり強いところもあったけど、でもすごいね今思ったら本当にね楽しかった。なんかねりんちゃんとの MC でも本当に怒られたって言ってたけど、マジで怒られてたからね。もう怒られなかった時なかったな最初の頃なんてさ、本当にさどこでも怒られてたうちら、本当に。そう、もうコンサートをやるってなったら投資リハの時も怒られてたし、現場に入りして前日の時にも怒られてたし、もうイベントでも怒られてたし、常に怒られてて本当に怒られてね、合宿なんてね小伝搬されてたし、本当にね、ね、なんかりんちゃんがさ、いやその人の説教が長くてとかいじってたりとかもしてたけどねね、本当に。でも、まあ、今はね、まあ、正直そこまで怒るってことができないじゃん、あのやっぱりなんだろう、世間も変わってきてっていうのかな、なんていうの、なんちゃらも変わってきてそう、だからやっぱりあれだったけど、でもなんかそうやってやっぱ怒られるってとっても大切だし、今になってねやっぱりね怒られてたことってすごく良かったなって思う。なんかそのやっぱり意識が自分たちやっぱり成長をさせてくれてた。できないと立てないとか、できないと出させてもらえないとか、できないと選んでもらえないっていう危機感はやはり大切だと思う。今みたいに AKB のメンバーも少なくなかったし、今はねすごい少ないじゃん人数が、じゃなくてあの頃はポテトグループだったから、他のグループさんもねいたし、人数めちゃくちゃ多かったし、 AKB だけでも何百人いたっていう時代だったから、本当にあのなんだろうな、気を抜くと代わりはいくらでもいるんですよ。だから気を抜くと外れるし、気を抜くと選ばれないっていう、もう常にその危機感っていうのは、すごくねやっぱりねあってというか、ある意味そういうのが経験できてというか、良かったなっていうふうにはすごく思う。うん、私やっぱり子供だったから、そのなんだろうな、わざわざファンの人たちがお金を出して会いに来てくれて、交通費、宿泊費、コンサート代、そういうのをかけて自分たちに会いに来てくれて、自分たちのパフォーマンスを見に来てくれてるっていうやっぱり大切さを、分かってるつもりがいたんだが、やはりすごくそこも今となってはすごくわかるよ。だけどその時の当初ってまだね入ったばっかりじゃん、アイドルに、一般人だったのがアイドルになりました、成り立てだって、やっぱり全てを理解するのはやっぱ難しいじゃん、13、14、15の女の子たちが。だからやっぱりねその辺の大切さっていうのを、そうやっぱりね、バイトしてたメンバーもいるけど、私はバイトしたことがなくて、経験的に、まあ中学生上がりで入ったの、中学校の中3の時に受けて、高1に入るちょっとの前のタイミングで受かってるから、バイトっていうことを経験してないのよ。多分うちの1個上の代だったらギリ
高1の時とかに経験したとかっていうメンバーがいるんだけど、うちから下のメンバーはどう考えても経験がないから、そう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 、だからねやっぱりそうなの、なんかそういうねやっぱ怒ってもらえてた環境ってね、日に日にねやっぱりね、あの時やっぱ最近になってね、メンバーがいっぱい卒業するようになって10周年迎えたりとかするようになってね、まあ今 AKB がいろいろ変わってきてる状況じゃないの時とかに、やっぱりメンバーとかね、昔のね懐かしいねとか、そのやっぱ10周年近かったからさ、公演とかも予定してあったからさ、なんか昔の話になることがすごく多くてさ、あの時あんなことあったねみたいな話になることとかもやっぱりあったのよ。そう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 、10周年も近いしっていうので、やっぱりねみんなね、なんかねあの時はねもうなんだよって思ってたけど、でもやっぱりねあの昔の経験はやっぱりあってよかったなっていうか、怒られてよかったなっていうか、怒ってくれる人がいるっていうことはよかったなって、うん、みんなやっぱり言うね。うん、自分が大人になったっていうのもあるし、周りを見た時にやっぱり、あ、昔の環境の方が厳しかったけど、でも本当にそれで良かったなと。やはり人のこの一番の土台となるものがしっかり、自分たちはこうスタッ先輩っていうのがいなくって、こうねそのスタッフさんがすごい怒ってくださったりとか、あと昔のスタッフさんめちゃくちゃ怖かったのよ他のチームのスタッフさんとかもそうなんだけど、大人が結構怒ってくれる人が周りにすごいたくさんいたんですよ。でだからこの基盤がしっかりやっぱりできたっていうか、うん、そこをできたのはすごく良かったなって思う。最初がやっぱりこう怒られてもうって思ったりとか、なんかそういうなんだろうな、こういうのしっかりあったから、やっぱりこの最初がぬるいと結局そのぬるいのが基準になっちゃうじゃないですかね。そう、これが普通になっちゃうから、そう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 、だから昔が厳しくていっぱい怒られて、これが普通でずっとその怒られてるっていう状況が普通でやってくれたから、なんか今となった時にその怒ってくれてた人たちの大切さだったりとかっていうのをなんか知れてすごく良かったなっていうのは思いますね。うん、でも自分たちはやっぱり他の先輩方たちよりかちょっと違う特殊なチームだったから、恵まれてもすごくいたし、うん、先輩たちが恵まれてる、羨ましいって思う気持ちもねすごいわかる。だって恵まれてたと思うよ、コンサートもできてイベントもできて、普通にそう思う。研究生踏んでないし、研究生みたいなことはしてたよ正直、だけど研究生っていう名のものは踏んでないから、そう私たちはね、やっぱりで、まあ自分たちは同期の中でその年の差はあったけど、でもそこはねそのねあえてフラットだったんですよ。ただまあ先輩に対してはもう先輩って感じだったけど、そこのね8の中ではみんなフラットだったけど、他の先輩方に対してはちゃんと上下関係もあったし、うちらはこの研究生ってチームの下で研究生をやるじゃないですか。そうだから先輩に教えてもらうってことが基本的になくて、基本的に劇場の使い方だったりとかそういうものは関東メンバーがアンダーで出てたんですよ公演に。でそのメンバーがうちらが8の公演をやった時に劇場の使い方だったりとか掃除の仕方だったりとか、私たちは
そういうのを研究生の時って先輩がこう教えてくれるというか、まあ、そういうのを引き継ぐわけじゃないですか。でもそれをしてくれる人がいなかったから、メンバーで誰よりも一番早く劇場デビューしてた関東組がうちらに劇場の使い方だったりお掃除の仕方だったりとかっていうのを教えてくれて、だから自分がアンダーとかやった時とかにそういうのをまあやってたみたいな。そうそうそう、でメンバーから教えてもらってたりとかしてたし、そう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 、そういうのでそうやってた、そう。でも私ね、普通にね、まあ、うちらもね髪の毛巻いちゃダメだ、あのね研究生みたいに髪型固定ではなかったんですよ。そこがねちょっと違かったんですけど、でも髪巻いちゃダメだし髪染めちゃダメだったですね、研究生と同じように。結構長かったんだよな。でもそう、なんならなんか後輩ちゃんの方が昇格して先にみたいなっていうのもね、なんかねあったかな。そう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 、そうなんですよね。だから意外にね、そのね研究生ってやっぱりね16期ちゃんが入ってくるまでは一番下だったから、あ、そう、プレゼントも禁止でした。で8はお手紙も禁止でしたね。お誕生日の生誕祭の時に他の事務所なんかお手紙読まれてたんですけど、ああいうのはなかったですし、そうですね、基本的に結構禁止なものがすごく多くて、そうですね、だからまあ研究生で名前はなかったけど研究生みたいなことはちゃんとしてましたよ。後輩だったから片付けするのもうちらがうちらだったし、そう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 、先輩どうぞみたいなのも全然やってたしね。でもそういうのが結構厳しかったのはやっぱ16期ちゃんまでかな、やっぱり。うん、だし多分もっと上になるともっともっと厳しかったんじゃないかなって思う。やっぱりね時代とともに下がってくるにつれて緩くやっぱなってしまうんだろうけど、自分らが入った時の先輩が本当にまだね全然本当に自分たちが憧れてテレビで見てた先輩方がいらっしゃってた時だったから、多分その時に研究生やってる メンバーは多分もっと厳しかったというか、なんかのかな、なんかわかんないけどね、まあ、結構ね先輩とかやっぱりね厳しかったとはね言ってますね。そのそう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 、うんうん、そうですね。だから本当にね厳しかったもとでね、でもそれだってね、なんか自分たちは本当にえいとでせーのーでチームだったんですけど、他の研究生からするとさ、チームに振り分けられて研究生があった時にさ、すぐ昇格できたメンバーとさ、何年も経ってやっと昇格できたメンバーっていたじゃん。同期なのに昇格のタイミングが違うってさ、すごい悔しいだろうなってめちゃくちゃ思った。だって入った瞬間昇格ってなったメンバーもいれば、そっからさ同じ同期のメンバーなのにさ、もう相手はさ髪も染めていい、髪も巻いていい、髪も自由なのに、私はまだストレートじゃないといけない、髪の毛固定じゃないといけない、一番下っ端としてやらないといけないって、同期なのにそこの格差は本当に、多分昇格が一番遅かった組って絶対辛かっただろうなって思うし、なんか思いたくはないけど、でもなんでとも思う、絶対そう思っちゃうだろうなっていうのはすごくね思ってた。だって自分たちも47人メンバーが多かったからさ、すごい仕事に呼ばれるメンバーとさ、全然暇なメンバーとかも結構いっぱいいるのよ。でもそれですら悔しかったもん。仕事がないことに、呼んでもらえないことにやっぱ悔しかったりとかしてたから、やっぱりなんかその昇格の問題とかは絶対悔しかっただろうなって、うん、ね思う。
本当に。うん。ね。でもなんかやっぱりさ、そのやっぱチーム戦あった、いやわかんないけどね、チーム戦やっぱりあったね。なんかそのチームの下で研究生やるのとなんか個別でやるのはやっぱりだいぶね違う、仲良くなる術がないなって思った。なんか今そのゆりさん公演でやっとそのヤギちゃんとかホテイちゃんと一緒に公演2回ほど出たんだけど、それまで本当に関わりがなくて、なんか大きいコンサートみたいな感じとかしかなかったし、まあ、まだ2年しか経ってないからあれなんだけど、なんかねあのねそうなの、関わりが本当になくて、なんか研究生で公演やってるし研究生で活動してることが多かったじゃん、まあ、ちょっと昔のエイトみたいな感じで。だからさ、こううちらの正規メンバーとかからするとさ、そのまあ、選抜にね行ってる研究生とかはまた別なんだろうけど、選抜組からするとでもなんか関わりが本当になくて、なんか仲良くなりたくてもなかなかお話しする機会とかもなかったから、そうあの今回のそのゆりさん公演であの一緒にパフォーマンスするの、そのなんか16人っていうのでパフォーマンスするのも初めてだったし、そう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 ね、波動とかでもぼちぼち、波動もでもな、私あのチーム変わってから1回しか出1回だっけ1回だっけ1回かしか出てないんだ。あ1回だね、前平手ちゃんと初めて一緒に出たのかなとかだから、なんかねなかなかね、そうなのよ、なくて関わりがタイミング的に。で私も正直ねめっちゃ喋りに行くタイプではないから、平手ちゃんって言った平田ちゃんね、ごめん間違えた平田ちゃんって言ったつもりだったのに平手ちゃんって言ってた、ごめんごめん、平田ちゃんって言ったつもりだった。そうそうなの、だから自分がねそのそれこそ村山チーム4の時とかね研究生がいたけど、なんかそう言ってねチームの公演とかいっぱいやってたじゃんの時とか、なんかそういうのでねやっぱり関わりがある方がね喋るわ、なんかないとね私あんまり喋らないから、きっかけっていうのがないとね、だからまあなんかそういう意味でもチームの時は良かったかなみたいな、すごい思う。そう手が怖そうって思うよね、うち黙ってたらね。うんね、怖そうだよね。うちなんかまだこれ昨日の公演で喋ったんだこの話題。なんか見た目怖そう、なんでその話になったのか忘れたんだけど、メイクしてる時に髪の毛ね、メイクさんとかやってもらってる時にその化粧台のところで、なんだか知らないけどその見た目の顔が怖そうみたいな話になって、なんかそう怖そうなんだよねみたいな、なんでその話だったか全然覚えてないんだけど、なんかでも本当にうち先輩ユーリーさんも最初そうだったんだよ。私あのユーリーさんうちのこと結構そのクールっぽいね怖い感じだと思ってたらしくてね。そうなの、横山さんにも言われたことあって、横山ユーリーさん前の総監督のね。そうだからなんかそこまで私がまだそのなんだろうな、もっと今より断然人見知りがすごくてだった時代とか、そのなんかポンポコみたいな感じのがあんまり同期以外に浸透してなかった時は本当に顔怖いっつって、結構なんか一匹狼っぽい顔だよねってね、メンバーにも言われたの。なんか一匹狼っぽい顔って言われて、なんかこう一人でいたいのみたいな、私は一人でいたいのみたいな、なんかあのなんかそういうツンツンした感じの顔なんだって。なし、まあ人見知りすると喋んないのよ。だからなんかそれがなんかそう見えるっぽくて、そう
でもなんかそういう顔だよね確かにみたいなメンバーに言われててね、まあそうなんだよなみたいな話になってて、だからなんか研究生ワンちゃん怖がられてんのかなうちみたいな、どうなんだろうみたいな。でも同期と結構いて喋ってるからわかんない、そう喋ってるのを見たらなんかそんな感じじゃないんだけどね。メイクさんそれでメイクさんがさ、そうなの業ってみたいな、こんなに喋りやすそうなのにね喋ったらってさ、こんなに顔と中身全然違うじゃんみたいないや褒めとるんかっていう話やったんやけど、そんなに喋りやすそうなのにみたいな、そう喋ったらやばいじゃんみたいな。だからね、逆パターンもあるの。サホさんはそれこそ私がポンポコさんみたいな感じでポンポコって聞いてたからそういう風に思ってくれてて、逆にしっかりしてたんだよみたいなこと言ってくださったの。だから逆パターンも あるんだと思って、今までそっちのねパターンもね聞いたことがなかった。いつも大体なんかいつも大体怖いっていう入り口から入られて、あ、全然じゃないですかみたいな、もう大体そうなの方向性はね、いつもそうだったから。サホさんの切り口は初めてすぎてね、あのこの前の公演の時動揺したよね、みたいな、嬉しいみたいな、そうそうなのよ、嬉しいってなっちゃって、そう初めての経験だったねそっちは。そうだからね、なんか結構ね、もうでもね、もう本当にね喋ったらね、なぜこんなに違うんだろうってもうねみんなに言われる。私も言われなかったことないんだよな、見た目とさ喋り方というか中身がさ全然違うみたいな。コナン君の逆だからさ、うちマジで本当にね、もうすごいね、そばかに関してはもうねスタッフさんメンバーみんな口揃えて言うのよ。でもなんか逆にそれがすごく仰天のいいとこだよとも言ってくれる。なんかそのなんだろうな、なんかポケーとしたポンポンポンって感じで、なんかさもうキラキラ笑ってさ、なんかあっけらかんみたいな感じがなんかそのいいんだよみたいな、そうその感じがそういいんだよみたいな。だからKLP 行ってもそんな感じでやっていけばいけるよって言われたけど、言葉通じないからさ、果たしてどうなるんだろうね、この私のこの感じで いけるんかな、いけるんかな、どうなんやろね。言葉わからんとほんまにだんまりしちゃうからユリナね。だからさ早く言葉をねやらないとね、もっとね勉強しないとね、本当にただの顔そのまんまの人になっちゃいそうね。そうそう、だからね確かに、大丈夫そうまあいっか、なんとかな。でもなんかでも昨日スタッフさんにもなんか、今日ってはなんかやっていけそうって言われた。なんか知らんけどなんか別に根拠とかないらしい、なんか知らんけど、でもなんか今日ってはやっていけそうだよその感じだしみたいな、なんかいけるいけるみたいなそうでなんか言われたからいけそうな気がする。うん、でもなんか周りの人がなんか仰天は向いてると思うよみたいな、あっちの人にもきっと人気出ると思うしみたいな、顔的にもビジュアル的にもみたいな、キャラクター的にもすごいいいと思うみたいな、いつも楽しそうな感じでニコニコしてるからみたいな。でもなんかそうやってこう行くことってさ、やっぱりさまだ正直さもうすごい、とりあえずもうずっと休みがないのよなんか常に何か覚えてて常に何かやってるから、なんかそこまでまだちゃんとね、言葉を勉強ができてなくて、でもさ行かないといけない日にちは近づいてくるじゃん。だからさやっぱりさどうしてもさ忙しいがゆえにさ気持ちもせっててさ、そこにこうやらあのあっちに行かないと言葉どうしようみたいなねものとかもやっぱりさあるから、わーって気持ちだけどんどん焦ってきちゃうんだけども、だけど
なんかたとえ他人事だったとしてもなんかそうやって焼きそうな気がするよみたいなそう言ってくれるは嬉しい、すごく。うん、なんか不安な言葉を不安な状態な時に言われるじゃなくて、なんかそのいやいけるよみたいな、そうそう、そのキャラクターでいけるんじゃないみたいな、感じをね言ってくれるのはね、いや嬉しい、うん、そう嬉しいと思っているそうそうそう、だしもうあっちに行っちゃえばもう喋れなければ喋れないから、もう結局喋れなければ喋れないんですよ。だから意思疎通できなくて自分が死んだだけなので、結局ね死ぬもの狂いでやる日は絶対来るんですよ。そうだから、そうなんです、もう覚えるしかない、勉強するしかないから、結局あっちで生きていくっていうことはそういうことだから、そうだからもうなんかもうなんかこんな感じでやってこうって思ってます。まあ正直まだ実感がないだけなんですけどね、私はなんかそうなの、なんか、ね、いい意味でも悪い意味でもね本当に日々忙しくて、その舞台が終わってさ、春コンがあってさ、で春コン終わったらすぐさこのゆりさん公演のがあってさ、ねこのねメンバーの卒業だったりとか周年だったりとかさ、こういうのがあってさ、ねまた次の仕事のためにちょっと覚えてることがあって、でこうずっと忙しいのよ。だから正直ずっと忙しいからこそ実感が湧かないっていうか、日々の日々が結構大変すぎて、日々何かを覚えて日々何かをやんなきゃやんなきゃみたいな、そうなんか仕事っていうよりかはこう自分でさ覚えないといけないことがすごい多いからさ、頭を使わないといけないことが多くて、だからこうなんていうの、そういうことがね多すぎて、ね、正直まだ実感っていうのがないのよ。これが多分暇な日が続くと嫌でも多分まあ勉強したりとか言葉の勉強したりとか行くにあたってのことをいろいろ考えたりとかするから時間湧き出すと思うんだけど、まだねありがたいことにねちょっともうねやらなんか忙しいからそこまでに考える余裕がなくて、そうだからねいい意味でも悪いでもね実感がない分ね、だいぶあっけらかんとしていられるかな、その変に心配をどうしようどうしようっていう、考えれば考えるほど不安って募るじゃん、正直正直そう思いません、普通に考えて、この住み慣れた25年住んだこの地を離れ10年間関わってきて仲良くなったスタースタンメンバーたちと離れて、それは絶対普通に考えたら不安なことの方が多いはずなんですけど、まだそこまで意識がいかないおかげで、おかげでね結構ねあっけらかんとね、逆にね明るくね、なんかファンの人たちとかにもねこう接せれてる、そのなんだろう、ファンの人たちは発表してすごい落ち込まれたんですよ皆さんね、もうすごい落ち込まれたのは知ってる、私も SNS とかいろんなまあ握手会とかでもいろんな話とか聞いてねすごい落ち込まれてたのは知ってたんだが、しかしそれで私もさ一緒にさ、いやそうなんだよねみたいな、不安なんだよねみたいなことを言っちゃうとさ、ファンの人たちももっとさ、えじゃあさみたいな、行くのやめてよみたいな感じになっちゃうじゃん。でも私はもう決めたから行くって決めたし、だからこそ私がこう なんだろうな割とね明らかな感じ、多分まあ逆にその時ファンの人たちが見るとなんか自分たち捨てて次のとこ行って楽しそうでいいなみたいな思ったかもしれないんだけど、でも私からすると逆にそこでなんか自分が楽しそうに見せてるっていうか、結構なんかルンルンしてる感じの方がファンの人は安心するのかなって思ったんですよ。自分が不安だ不安だどうしようどうしようってなんかガチで落ち込んでるよりかはなんかやばいんだけど不安なんだあはははみたいな感じで言ってる方がいいかなと思って、
まあでもそのおかげですごいファンの人たちもだいぶね、だいぶ立ち直ってくださったっぽくて、すごい本当にガチで会いに来てこよう、会いに来てこようとしてくれてる人、会いに来ようとしてくれてる人たち、パスポートも取ったりとかしてしてくださってるファンの人たちもね、すごいいるから、それすごくね嬉しいなってめちゃくちゃ思うし、まあ、あっちでどんな活動をするかわからないんだけど、まあ、オンラインがあったら嬉しいなって言ってくださってるファンの人たちもいるし、まあそのね、まあ、正直ね、私もそら今までこう10年やってきて、最近ね、本当に最近ね、結構ね嬉しいことに、その女の子のファンの人が会いに来てくれたりとか、オートタクシーきっかけで結構坂のファンの人たちが来てくれたりとか結構してて、初めましての人が増えたりとか、なんかちょっとあ、これ今度から握手券買いますみたいな言ってくれてた人たちが何人かいたのをしてるから、あ、なんかこのタイミングでちょっとうんって思ったりもしたんだけども、まあでもね、うん、まあその人たちはね、新しい推しを見つけるか、まあ私を引き続き推してくれるか、まあ、それはね正直不安です。なんかここまで10年やってきて、結局ねあっちに行くからってなって、ファンの人がまたゼロから、ほぼゼロから、まあ作り上げていくわけじゃないですか。 KLP48 一期生だから、ゼロから作り上げていくにあたってね、ファンの人たちをあっちで増やさないと、結局ゼロからっていうものになってしまうから、おーって思うけどおーって思うけどねえ、そうそう、だからまああっち行ってもね、まあどれぐらいの人が応援し続けてくれるかっていうか、どれぐらいの人がモチベーションをね、私のモチベーションを保ち続けていってくれるかはちょっと分からんですけどね、分からんですけどまあでもね、どういう形であれ応援してくれたらすごく嬉しいかなって個人的には思いますね。でなおかつね、あっちでもファンの人をねいっぱい増やしたら、今例えば今こんだけしかいないファン、日本でこんだけしかいない、まあ、今 AKB48 としてはこんだけしかいないファンを KLP48 に行くことによって、あっちのファンの人もじゃあこれだけ作れたってなったら、これとこれ足したらもうこうじゃん、だからファンの人が倍増えたってことになるじゃないですか。だから私のことを好きって言ってくれる人をたくさん増やすためにも、あっちで一生懸命頑張らないといけないし、なおかつ結局こっちの人たち、KLP でこんだけファンの人作れても、こっちの人たちが全員消えちゃったら、結局プラマイゼロやんけってなっちゃうから、そうだから、この人たちがこうとこうなってこうなって、これぐらいファンの人が増えたなっていう風になるのをやっぱり目標にしてるし、マレーシアでもう国民的アイドルにやっぱりなるためにみんなね、頑張ってるから、そうそうそう、そこはね頑張っていきたいなっていう風にはね、めちゃくちゃ思っているのよ。だからよろしくって感じで、そう、だからね、本当になかなか簡単なことではない、だがしかしもうすごい、なんか自分でもびっくりしちゃった。私絶対安パイ選ぶ人間だから、今まで何にしても基本ね、25年冒険したことがないんです。冒険しないの、基本的にね、私が性格的にすごくビビリだから、何をするにしても絶対安心安全な方にしか行かないし、あまりチャレンジしないの、全てにおいて。多分私のファンの人とかも結構わかると思うんだけど、まあでも絶対ノーとは言わないの、基本的にね、何するにあたっても絶対やるっていう感じで、いろんなこと今までチャレンジしてきたけど、ここまで大きいチャレンジはね、なかなかね、そのなんか日本国内のさ AKB としてのチャレンジはいっぱいしてきたけど、国離れて違う国でっていうチャレンジはね、もう多分一生に一回だと思うね一生に一回だと思うわ。ここまでのチャレンジはなかなか多分、多分自分がアイドルになろうって決めた時よりもでかいチャレンジだと思うわすごい大きいチャレンジだと思う。いやでも自分がな、こんなチャレンジするとは思わなかったな自分でもね、なんかびっくり、びっくりだし、
びっくりされてると思う。うん、ねえ、なんか自分がさ、もともとさ、じゃあちょっと英語が喋れますとかだったらね、だいぶね、その言葉の壁はクリアだから、まあ、あと環境かみたいな、衣食住かみたいな感じの話だけども、ないからねそこがね、だからやっぱり、自分でやっぱりもう、なんだろう、正直 KLP 行くってことはね、自分のアイドル人生、最後のアイドル人生かけてだし、自分自身の人生もかけていってるかな。本当に人生かけていってるって感じ。人生かけて、かけにいってるなって思いますね。25だし、アイドルとしてもね、あれだから、そうなの。なかなかね、ちょっとやそっとのね、軽い気持ちではね、なかなかね、軽い気持ちでこれを決断する人はあんまりいないと思うんだけどねそもそもにね、逆にどんだけタフやねんっていう話じゃないけど、そう、だからね、なんかね、どうなんだろうね。ただ日焼けしないように気をつけないとねねえ、 AKB の選抜諦めたのだって。いや、ごめん、もうそもそも AKB っていうか KLP になっちゃうからねあっちでね規制としてやるからね、選抜、まあ選抜というよりかフロントを目指して、最終的にセンター欲しいなとは思っていますよ。その前にもなんか言って、なんか、いや無理だろみたいな、なんか何抜かしてんだみたいなことを言われたけどでもなんかそれぐらい思っていかないと、結局さ、行ってさ1期生とやってさ最初の多分曲とか絶対、まあ人数的にも絶対選抜じゃん。それでなんか、いや私は2列目ぐらいでいいやみたいな言ってたら絶対成功するわけないし、最初がそんなこと言ってたら意味ないから、やっぱり口に出すことは、たとえちょっと無理があるだろうっていうぐらいでかいぐらいがいいと思うので、だから私は本当にケルピーって1期生として絶対振動もすると思うの。それはもうアイドルやってて、あ、これを逆に自分の日本語じゃない言葉で歌うのかって思うと、すごいやっぱ難しいなと思うんですよ、やっぱり。そう、環境も違うし、やっぱりやっていく、だからやっぱり夢は、あ、タワーが立ってるわ、ちょっと待って、あ、ナーラブさんだ、ナーラブさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そう、だからまあ言霊ってあるから、とりあえず言うのは誰でも言えるんよ。言うのは言うし、目標にするのは、私が AKB で選抜目指したいって言ってた、目標にするのは誰でも権利があるものだから、別に、だから言ったから何っていうわけじゃないじゃん、正直。だって言うのに許可なんていらないんじゃん、自分の意思なんだからさ。だから、なんか私はなんか言霊というものがあるから、自分はもう KLP48 行って、フロント、絶対フロントで、センター行けたら嬉しいなと思って、もうそれで、やっぱり、そういかないと行った意味がないから、25でチャレンジしてアイドル11年目で、だから絶対最年長なのよオーディションが23歳までだから、そうなの、圧倒的にね、絶対最年長だから、そうそうなの。だからね、とりあえずね、そうなの、難しいよね。歌も難しいね、発音がね。でもやっぱりあっちで暮らして耳でいっぱい聞いてると、その辺はやっぱり音はね、やっぱり慣れるよって言われるから、そこはね、やっぱり徐々にね、耳とか鳴らしていってね、音とかはね、やっぱり
ネイティブになっていけたらいいなっていうのはやっぱりすごく思う。うん、だから昨日それこそさ、臭いものだらけとかでさ、めっちゃハマり苦戦してんの、いつもいつも苦戦しててさ、リハの時、リハさ毎回、まあ、うちおかわり毎回してるっていうか、どの公演でも毎回おかわりしてるんだけどさ、なんかおかわりしててさ、歌とかさ歌っててさ、すごい思うけどさ、あ、これを違う言葉でやるんかと思ったら、なんか日本語で歌うよりなおかつむずいなと思ったね。やっぱり言い慣れない音を口から出して、でなおかつ音程を合わせるという、おーむずいねーって、ちょっとねそこでね、やっとね、なんかねふと思ったんよそう、ふとね思った、あ、そういえばだって歌もあっちの言葉だったわ、日本語じゃないわと思ってそう、でもなんか昔ね、それこそタイだったかな、フェスにね AKB 行かせてもらってて、私もね何回か行ったことあるの。8でもイベント行ったことあるし、そのなんか海外のグループの子とAKB でコラボみたいなんで、なんかね、なんだっけ、365とかファーストラビットとかかな、なんか1番は日本語で2番はそのタイの言葉でみたいな歌があったんよ、その昔フェスの時にね。確かにめっちゃむずかったわと思って、思い出した、そうってなったんよその時。あ、そういえばむちゃくちゃコロナ前のね、昔フェスで1回そういうなんか交流みたいなんで、1番日本語で2番はあっちの言葉だったみたいな、やったわと思って、懐かしいんだけどっていう話をメンバーとしたそうっていう話をメンバーとしたんよ昨日ね。そうだから懐かしい、なんかもうそうなるとは思っていなかったなーって、あの時はなーって思ったよね普通に。いやー、時が流れるのが早いねーと思って、あれコロナ前だったんだーと思ったよね。そう、懐かしいよね、なんか面白いね、まあ、そういう話。じゃあ今日はちょっといっぱい喋れたから以上にです。以上です。なんかちょっとね、最近本当に忙しくて、マジショールームやっとる時間がなさすぎてね、あの別になんかショールームを麦にしてるわけとかじゃなくて、シンプルにね、本当にあのここだけはマジで何回も言うんだけど、マジでショールームを麦にしてるとかいうわけじゃなくて、本当に自分に余裕がなかったんです、本当にごめんなさい。何しろね、毎日毎日何か覚えて、なんか毎日あー明日もやだ、あー覚えなきゃ、あーこれも覚えなきゃ、あーとかってなんかもうあーみたいな感じになってたから、なんかもうショールームの15分15分ってなってたんよ結構。そうね、なんかそれでね、結構ね、なんか何かをやりながら、準備しながらショールームとかやってたりとかしてたからさ、なんか結構なんかもう KLP に行くからってショールームなんかどうでもいい感じですかみたいな、なんかそうやって無限にしてませんみたいな、後回しにしすぎじゃないですか最近みたいな、でちょっと言うコメントもいただいたりとかしてたから、あ、いやそういうわけじゃないのよ、ごめんねみたいな、マジごめんねみたいな、なんかメールとかでもさ、結構なんか、いやそういう適当にやってるわけじゃないんだけどさみたいな、ごめんねとりあえず私に言うとりがなくてごめんねみたいな感じ思ってたのよ。だから今日はちょっと久しぶりにできてよかったです、ありがとう。またね、ちょっとまたね、こっからですね、明日はね、全然大丈夫なんだけど、明後日ぐらいからちょっとまた無理かも。でも15分配信続きますね。すいません。忙しいの。ごめんね。でもいいことだから。忙しいの。嬉しいことだから。許してくれ。すいません。毎日。ごめんなさいな。すいません。じゃあちょっとランキング読みたいと思います。13位食べ過ぎ飲み過ぎさん、12位まぼえさん、11位ヤングさん、10位しんどさん、9位かやんさん、8位しがさん、7位マニアさん、6位よこよしさん、5位わいまつさん。無事人さんは怖そうに見えてしまうからだって。あ、ありがとう、嬉しい、そういうことにしとくわ。じゃあ美人ってことにしとくね、ありがとう。
4位近いしーさん、3位ザック19733さん、これからも応援してしゆなちゃんに会いたいだって。あ、ぜひマレーシア遊びに来てマジで。2位マックセイトさん、そしてきょんだいちはナラブさんです。ナラブさん、くまさんのおにぎりタワーありがとうございます。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。今日はね、まあ、だから8の10周年の公演の振り返りしつつ、なんか懐かしいねっていう話しつつ、マレーシアの話しつつっていう感じでね、久しぶり長い配信1時間ちょっとかな、1時間ぐらいできたかな。なのでね、あの長かったですけど、ちょっと見てくれてありがとうございました。はい、わけでね、また明日のねショールームでお会いしましょう。というわけでまた明日、バイバーイ。